I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。5月2日月曜日のダイジェストです。午前中は運動とガーデニング、ファイナンシャルプランナーの勉強と動画編集、午後はオンライン授業と整理、夜はオンライン面談と動画編集などです。これは当日の夜に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げています。ぜひこちらもご覧ください。15色の才能のルーチン、行動できたことにハートマークということで、見出しに整えました。ストレッチしました。お掃除やりました。整理しました。お香炊きました。ウォーキング届きませんでした。知識の吸収しました。お料理しました。歌いました。拡散やりました。ツイッター上げました。フェイスブックのシェア、インスタがまだなので、まだ2つです。YouTube1 つ上げました。ノートとホームページとアメーバとブロガーでシェアしました。LINE ブログ上げました。クリエイトは、動画編集の方と水彩色鉛筆の方と両方やりました。1日の計画を立てました。ガーデニングしました。買い物は行きませんでした。経費の記録はいたしました。タロット占いやりました。お祈りやりました。読書もしました。8時間以内の食事できてないですね。メソッド深めました。誰かを褒め感謝を捧げました。新しい傷覚えてない。ノリトと般若心経を唱えました。筋トレしました。体のメンテナンスこれからですので、ハートマーク消しときます。リラックスできました。寝る前の整理整頓、今やりました。やりました。自分を愛して褒めました。8時間睡眠まだ、今日はできていないですね。事務仕事もできました。薬飲み、これから飲みます。消しときます。その他行動したことは、相変わらずのお子さんたちと一緒に、絵を描いていました。後でまたお話しします。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動したことに、ハートマークということで、色別ですね。赤色、ストレッチ、筋トレ、目の運動、栄養管理、ゆうとれさん。それからオレンジ色が歌を歌いました。アーリンさんと、アブさんと、夜遊びさんと、岸陽子さんと、エディットピアフさん。の動画を見ながら歌いました。それから黄色のアナロン絵画、水彩色鉛筆、それから動画編集もいたしました。黄緑色の拡散しました。緑のガーデニングやりました。水色の計画立てました。青色の暗記と暗唱と多言語訳やりました。ファイナンシャルプランナーの勉強、最速簿記さんのを見ながらやりました。占い、紫色がルーンとタロットカードと写真撮りました。椎茸さん月曜日なので週刊占いのサイトを見ました。ピンク色がメイク、ファッション、アクセサリーつけました。オーラルケアこれからですので一応消しておきます。それから薄だいだ色が料理、皿洗い、洗濯、整理、マッサージで、これからお風呂になります。黄土色が倹約をして帳簿付けやりました。金融系 YouTuber が両学長さんのを一つ見ました。
ファイナンシャルプランナーもそうなんですが、ちょっと勉強のために見ているので、青色の方に入れておきます。茶色のアメーバの漫画読みました。黒色のメソッド深めるのやりました。灰色の読書しました。白色の掃除浄化、のり東京、お香をいただきましたね。アロマオイル、お祈り。で、薬師寺寛法さんの歌う般若心経を見ました。今日は松島龍海さんのお経で読経をいたしました。今日の嬉しさということで、生徒さんとオンライン授業をしていって、たまたまお一人の参加だったもんですから、好きなことやハマっているものを教えてもらいました。とてもわかりやすく楽しく自分がハマっていることについて教えてくださって、ずっとこの仕事を始めてずっと何十年もそうなんですけれども、お子さんたちに教えてもらったことって必ず後で役に立つんですね。で、未来地図の片っ端を拝ませてもらっているようで本当にありがたいのです。楽しい時間を感謝しています。ありがとうございました。今日の成長ということで、いつも最後に残ってしまう黒色のメソッドの研究と灰色の読書と青色のドイツ語訳の原稿作りを午前中にお昼前後にかけて頑張って終わらせてみました。で、夕方から仕事をしていても夜に余裕が生まれて本当に嬉しいです。また一歩前進しました。こういう理想的な状態が続けられるように頑張りたいと思います。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価。ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いいたします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。神様と皆様に感謝します。I appreciate。以下は毎日同じアファメーションになります。自分がやることを忘れないための備忘録です。自己暗示にかけるためにブツブツ唱えていますが、お付き合いいただける方はよろしくお願いします。白色について説明をさせていただきます。掃除や浄化、神職に通じる真理の追求と博愛の求道者系の才能になります。経験者ハウスで博愛を育てる。みんながそれぞれ好きなことをしながら、みんなのそれぞれの才能を認めて、争いもストレスもない状態を実践する。みんなのことを本当に才能が理解できれば誰のことも同じように愛せるのだと思うのですよ。あの子はこういうことするから嫌だとか面倒くさいとかそういうことがなくって、全ての人たちを博愛の状態でお育てできるように、していきたいと思っています。幸福な生き方の追求ということで、まず自分が人と関わっても争いや妬みがない、自分の内側に向かって自分の才能を伸ばして生きる生き方の実践をしていきたいです。だから家族とか周囲の人とか、そうですね、こうお試し的にイライラすることとか悲しいこと苦しいことっていろいろと来るんですけれども、そういうことがあったとしても自分自身の気持ちを強く持っているっていうことができるように、自分が実践して見せられるようにしていきたいと思っています。15色の才能の発信アドバイザー。今伸びている才能の芽を見つけて、どんな浄化行動をしていけば、平和と博愛の状態で自分自身も幸せになれるかというアドバイスをさせていただきたいと思います。これ当然ね、自分ができてないと人にアドバイスはできませんので、今それのこう修行、鍛錬研鑽の真っ最中なんだなって思っています。やれるようになりたいと思います。そのために行う自己鍛錬と自己研鑽、家を神社化する、毎日お掃除をする、週単位で断捨離をする、祝詞と般若心経を唱える、毎日お香を焚く、キャンドルを灯す、人を家の中に招く、草取りとゴミ拾い、ほうきで掃き清める、地域の清掃もする。地域の清掃は家の前の道路と、あと、ゴミステーションのところの草取りとか、ゴミが散乱していたらそれを拾うとか、その程度ですが、やっていきたいと思います。
そうですね、あの依存行動としては人との関係をこう叩き切るというか、ぶち切るというか、あのこう家族とも断絶、周囲とも断絶、俺様のことはほっといてくれって勝手にやるからってやっていたのが、あのつい最近までの私でございます。ごめんなさい、ごめんなさい。なぜこんなにこう世の中とは面倒くさくて苦しくて辛いところなんだろうっていうふうにずっと思ってまして、あ、それって自分の自己肯定ができていないからなんだなって、あの当然家の中はゴミだらけで埃をかぶってっていう状態で、正直に告白しますとそれが全部なくなっているわけではないんですね。まだこれからまだまだ片付けていかなきゃいけないところ、整理していかないといかなければいけないところがあって、それがあの思ったよりもものすごく重要なこと、あの本当に重いって言っちゃいけないのかな、本当に必要なことなんだなと、自分自身が軽く飛び回れるようになるために、能力を全開にするために本当に必要なことなんだなっていうことをとても理解したので、まあ亀の歩みではありますけれども、一歩ずつやっていけるようになりたいなと思います。あの般若心経の現代語訳、あやとり神さんのね、あのすごくよくて、ああなんだこんなところにあの真実がちゃんと書いてあるじゃないって、どういうふうに考えたり振る舞えばいいのか、ちゃんと書いてあるじゃないっていうふうに思ったもんですから、それでまた一歩進めたっていうことがとても大きなことだなと思っています。朝に祈りと唱え、夜に夕方に般若心経を唱え、夜には一日に感謝して、家族や周囲の人たちも感謝して眠りにつくっていう人生を送っていきたいなというふうに思っています。実践の最中でございます。それでは最後の言葉いかせていただきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない、自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない、そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね、バイバイ。